郎新時代の主役開封はい、どうもこんにちは、高橋です。カープ元気にくださいきましたー、開封動画やっと開けれるよ、楽しみ。もうやっと開ける、もう今もう口で我慢してんの、もう耐えられん、ノーシーン、ノーシーン。チームの方でですね、我々今手元に5ボックスございます。はい、でこちらなんとティアワンさんで購入させていただきました。ティアワンさんいつもありがとう。ティアワン最高、はい、ぜひ皆さん渋谷のカードショップティアワンさんよろしくお願いします、はい、というわけでそちらで、ゲットできました。こちら開けていきたいと思います。はい、レグいね。はい、狙いはもちろんやはり小田先生のサイン入り、それすごいんでしょ。やばいよあれはマジで。でそれとやはりこちらのパッケージにもあるギアフィフスルフィのスーパーパラレル、やっぱこの2つですね。であとやっぱリーダーのパラレルで言ったら今回紫ルフィ行きましたから。でしかもリーダー今回から小田さんの絵に戻ってます。もちろんね、今までのイラストもめちゃめちゃ良かったんですけど、やっぱ原作大好き勢としてはやっぱ小田さんの絵のリーダーカードを使いたい、で紫ルフィも僕やっぱ使っていきたいんで、紫ルフィやっぱリーダーはそこ狙っていきたいと思います。それ狙いで引いていく。それでいきましょう、お願いします。はい、ぜひチャンネル登録、誰か誰かったらお願いします。いろんなワンピースカードの動画上げてます、一緒に楽しんでいきましょう、おおさまちゃん、開封。さあ今回ですね、多分最高な1動画で上げる個数、5話ね、もうちょっと今回は買えるだけも買います、マジで、ね、だからいつもより多いんで、ちょっとサクサク目になるかもしれません、はい、じっくりね、開封してるのはぜひね、あの1箱ゆっくり開けてるので、ね、ぜひこの前に上がってるので、ぜひそっちも見てください、はい、ちょっとサクサク目ですが、いきましょう、どれからいきましょう。やっぱり2つ目です。出た1、2でいいですか。いや、ここじゃない、ここでもそこの2だですね。ここが2の人いるの。え、1、2、3、4、5、じゃあここから、いやそんな普通の数え方ない。え、1、2、3、キモ。1、2、3、そうですよ、キモい。あとは何でもいいんだけど、あとはないよ、キモ数え。これが2なんだ、この写真撮って、これで当たっちゃうってことだけどね。当たっちゃって、もう他開けない、開けないっていう。出た謎のバカ開封動画。この人たちのガイガールズカッターがない家全般になってからすごいことになるからね、やっぱこのまま置いとくと。ああいうね、このまま置いとくと未開封の人もね、あれだけ今回は人もいるからね、泣けないってこと、眠らせる、本当に眠らすの。カレーとかも眠らせる。カレーと同じワインとかさ。いや、カレーはせめて一晩だし、おでんね、おでんとかも大体一晩だ。そんなずっと寝かせないんだ。えいだー、マジで超かっこくね、ほら初めて見たし、さあ行きましょうか、さあじゃあ君たちが言う2パック目理論が今回も通用するのか。うん、そうね、今回はどうかまだ分かんないけど。なんでだよ、なんで今回のだけまだ分かんない。変えてくるからね、変えてくんだ。さあ、うわ楽しみ。さあ行きましょう、ちょっとサクサク目いきます。誰の動画を見ないようにしてる俺。本当に俺のも見ない、俺のもかい、じちゃんもかい、なんで見てない。今日楽しみたいから、何聞いたか知らない。なんで全部初見なんだよ、自分のチャンネル初見じゃなくていいの。楽しみたいよね。さあ行きましょう、1、2、3、4、5からの、おい、勝者だけが正義だ。これ読んのよ、いいじゃん、いいじゃん、ドフラミンゴデッキに今回あるから、じゃこれはい、あげまーす。やったやったー、はい、1、2、3、4、5からの、おい、あ、かっけー、コラソンだ、うん、2コスのブロッカーですね、かっこいいね。今回あの緑、今回リーダーのコラソンも来てますから、さあ来ました、2パック目コラソンでした。もう終わりましたね、終わり、終わりか、2パック目リーダー終わり、もう終わりや。はい、1、2、3、4、5、あっ、ひとまずやったぜ、これがあればとりあえず組める。ノーマルの、ノーマルのルフィリーダー持ってないんで、まだ出なかったんです前回、初見だな本当に、出なかった。俺の動画見ろ、とりあえずやりました。さあ次です、てねってってて、ひなさん、かっこいいね、ひなさんね、強いよね、結構強いと思うこれ、海軍デッキでやっぱドローがねできるのやっぱ強いから、やったぜ。さあ行きましょう、4パック目か、1、2、3、4、5、あっ、悟りがここにいるってことは次がドドドーン、かっこいいぜマジで、このドンマジ超かっこいいね、悟りもかっこいいな、悟りもかっこいい、
ってない。さ、悟りもかっこいい、ハーフくんの推しキャラね、光ってんじゃん、めっちゃキラです、うん、ね、じゃこれ貼っとこうか。だから、うん、OSP 推しキャラをケイさんの家の壁に貼るっていう、壁には貼る、そうね、空島がいいんだもんね。そうで今回ね、エネルですから、リーダーね、それいいね。さあ行きましょう、5バック目、1、2、3、4、5からの、え、待って、今何色だった、何色だった、ちょっと、はっ、いきますよ、うん、ちょっと待って、誰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 、カイドウシークレット、うん、めっちゃくない、やば、しかもシークレットパラレルなんだけど、初めて見た。だから前回でいうカタクリの1個上、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいよ、シークレットパラレル来た、うわ、スリーボー用意しとけ、スリーボースリーボーなぜ用意しない。あ、待って、これ何パック目よ、これ何パック目、 5じゃない5、わ、これ数間違えたら結構やばいよ、これ数間違えたらやばいよ、うっせぇ、うっせぇ、これ数間違えたら、うっせぇお前やばいよ。あ、でレアの数数えればね、うっせぇお前、そっかそっか、うっせぇ、やら、えぐいじゃん、うわ、シークレットパラレル出たわ、すげえ、俺初めて見た、俺まだパラレルの絵あんま見ないようにしてたのよ。かっこいいね、めっちゃかっこいいんだけど、うわ、しかも10コス1万2000で、登場時ライブが3枚以下の場合カード4枚引くな、え、強い、マジやばいよね、めっちゃ強い、そうだから柔道使っちゃうからちょっと他何もできなくなるんだけど、引けまくる、ただ4枚引けて、で、ずっと い続けるからね、1万2000が、強い、うわ、しかもパラレル、うわ、かっけえんだけど、俺、うわ、マジか、初めて見た、ボコボコだ、すげえ。で、竜の鱗の部分だけちょっと違ったりするんだよ、この印刷が、ボコボコしてんの、すげえ、かっけえ、やったぜ、すごい当たりじゃない、当たりだよ、シークレットバレルので、5パック目、これ5パック目でした、 うわ、分かっちゃった俺、今回の法則、えイヤフィルス、うわうわ、あったまよいや、悪いね冷静になって、頭4じゃない、5目だ、頭4じゃない、全部5で9、いや、2かの2だと思ったけど、ディアフィスの最後の方だね、2かの2、もう悪いよ、頭2かの2はもうひらがなの2だ、カタカナの2だから、すごいね、計算は、計算4番じゃないのこれ5だな、はい、今回は、まあ、行きましょうか、じゃあね、はい、1、2、3、4、5からの、おい、ドレイク、うん、いきます、うん、7パック目から、はい、はいはい、1、2、3、4、5からの、おい、ベロベティちゃん、革命軍もちょっと組んでみたいんだよね、マジ強そうだから、うん、はい、いきましょう、1、2、3、4、5からの、おい、ヨケボルト、アブル、エンデルの技ですね、かっちょいいね、これレアですね、これ出てたかな、うん、前回までに、うんうん、はい、いきます、1、2、3、4、5、お、コラソンリーダー初めて来ましたね、人気なんだもんね、コラソンは、コラソンは人気よ、ただ今回ちょっと強いか分かんないですね、まだね、ワンピースカードだとちょっと分かんない、でもかっこいい、めちゃめちゃ、さあ次が、おモーリー、ちょっと待って、モーリーいっぱい来んだけど、モーリーもレアなんだ、モーリーね、前回もモーリー来ましたね、なんか革命軍が前回の箱めっちゃ多かったんですよ、ちょっと今回どうでしょう、いきましょう、命がもったいない、1、2、3、4、5からの、おい、ベビーファイブ、あのドフラミンゴの、前回のドフラミンゴの強化ですね、サーチができるんで、強いです、いきましょう、準備、1、2、3、4、5、5ぐらいか、おい、からの、からの、あー、かわいい、マンシュリちゃん、前回も出ましたね、マンシュリかわいいよ、キラキラしてます、さあ次いきます、1、2、3、4、5からの、お、お、ボルサリーノだね、あ、いいね、キザルだね、スーパーレア枠来ましたね、あ、スーパーレアまだ2枚か、スーパーレア枠は、ボルサリーノかっこよ、かっこいいよね、スーパーレアじゃないでしょそれ、スーパーレアじゃないですドラミンゴ好きすぎですこれをなんか出そうかな、こうやってなんか言われた時に、これ見所みたいな、温所みたいな、あー、みたいな、スリーブ入れとこうかな、ちゃんといいよ、使っていいよ、使っていいよ、これ出そうかな、なんか言われた時なんか言われた時、それ出してくるやつめっちゃうざいけどねさあ、いきますよ、折り返したね、さあ、いきましょう、1、2、3、4、5、お、エンデル来ました、からの、おい、ベポちゃん、ベポ、1、2、3、4、5からの、お、カラス、もう鬼強、カラス鬼強です、カラスやりました、カラスも結構革命が揃ってきてるな、4、5からの、おー、レベッカかわいい、スーパーレア来ましたね、レベッカも結構強いんじゃなかったかな、さあ、スーパーレア来ました、いきましょう、1、2、3、4、5からの、ベルがマジこれ絵よ、めっちゃおもろくないそう、伊原先生、あの恋するワンピースの伊原先生が描いてる、
制限者1,2,3,4,5。おーかっこいい色でした。あ、スーパーレアも4枚目かな、これで。おこれはあともう出ないかどうだろう、5枚入ってればですけど、スーパーレアルを来ました。かっこいいね、ワノ国ローですね。ローデッキでサーチができますね、ハートの数も最高。1,2,3,4,5。おい、キラー来たね。いきますよ、はい、1,2,3,4,5からどう。はい、オウム。オウム結構強いっぽいんだよね、ソラジマエネルで、最高。とにかくソラジマチームいいね、ソラジマはね。からの一生前も出たかな、はい、1,2,3,4,5からのおウルティ。ウルティ結構強い気がするんだけどな、どうなんだろう。あ、スーパーレア5枚目だ、あれすげえよ。だからこれ、あのさっきの回路がパラレルで、すげえよ。だから4枚出てる、スーパーレアだけで。やったぜ、イエース。さあ、もう出ないか、さすがに。4,5。おいー、オートクチュールパッチワーク。はい、からの1,2,3,4,5。あ、ベルベってきたからの、はいはい、うめえ数が出て、これいっぱい欲しい、これいっぱい欲しい、4枚早く欲しい、早くデッキ組みたい。最高、1,2,3,4,5。はいはい、はい、ビビちゃん、めっちゃ可愛い、可愛いね、マジで、マジでいいイラスト、可愛いです、レアですね。はい、これでラストかな、今のね。おー、一つまでも大当たりじゃない、ね、大当たり、大当たり。はい、1個詰め込んだ感じでした。カイドがマジでかっこいい、えぐいの当たったじゃん、えぐいよこれ、すげえわ、やった、まず嬉しい、うん、でこれのだからギアフィブス版が欲しいのよ、うん、ギアフィブスのあのルフィも、うん、いや、スーパーパラレルの1個下のパラレルもあるから、うん、それはもう小田さんの絵だから、うん、3段階だろ、そうそうそう、3段階、そうそうそう、うん、それが欲しいな、うん、まあでもこれもやりましたね、はい、キザルは、はい、レベッカ、はい、ロー、ウルチー、1泊目、素晴らしい、1泊目ね、はいはい、勝者戦、いやいや、そんな出さないです、レアじゃないです、レア、ただのレアです、別にそれただの出していきたいんだよ、俺、なんか知らんちくちってやつで、俺これ出したいやいやいや、それ出してる方負けそうやからそんなんこうやって出してくる負けっぽい、殴られるんだよ、これ普通にね、普通に殴られると思う、そしたら相手の勝ちだもんね、もういいかしら、ただの。さあ、2箱目いきましょう、はい。さあ、今回じゃあ5パック目いるの、5パック目だと思う、5パック目、うん、じゃあ、まあ、1データしかないから、まだそんなに、そうそう、そんなに言わないで、そんなに言わないで、そんな攻めないで、攻めてないし、ね、まだデータ取れてないし、攻めてないけどね、うん、さあ、いきましょう、2箱目でーす、5、1、2、3、4、5からの、おい、ビビビビちゃん、さあ、1パック目、2パック目、はい、からの、はい、あ、待って、パラレルだよ、なんか誰かしらのパラレルです、中に2パック目いるんじゃない、あ、やっぱり、あ、やばい、やばい、ルッチさん、あ、パラレル、やばい、パラレルルッチ、いや、スペシャルカードかと思った、今一瞬、うん、これパラレルだよね、これ普通の方の、めっちゃかっこいいし、綺麗、うわ、ピッカピカしてるよ、ピッカリンしてる、ピカピカしてる、2パック目理論、ここへ来てまた戻ってきた、2かの2だよね、2かの2だよね、2かの2の可能性が、2と5だね、今回は、2と5、まだ可能性あったからね、2かの2だよね、じゃねえの、ちょっとスリーブスリーブスリーブ、2か5だね、これ、いいんだ、2かとか、2か5ってもう2かって言ってるし、かっこよ、めっちゃすげえんだけど、これ大当たりやん、マジでパラレル火すげえじゃん、ルッチじゃん、めっちゃかっこいいんだけどこれ、やばってんじゃん、そう、今回さ、もう何がパラレルあるか、あ、それやっぱ初見で見たかったから見てないんだよね、で、あとスペシャルカードもあるからね、いろいろね、そうそうそう、かっちょいいし、すげえわマジこれ作りが、かっこよ、しゃあやりました、はい、さあ行きましょう、やったぜ、さあ行こう、あー、1,2,3,4からの、おい、リンドバルブ、はい、1,2,3,4,5からの、おい、ギャシュラーも井原先生ですからね、あやとりしてんの、ちびっ子たちとあやとりしてんの、どういうことって言ったからの、1,2,3,4,5、あ、サボ来たーナイスからの、飛剣、サボからの飛剣、今回サボの飛剣なんですよ、そうなの、ね、そう、エースの飛剣じゃなくて、さあ行くぜ、1,2,3,4,5からの、おおお、うっかりゲラツゲラツがマジでうっかり強いの、強いんだ今回、うっかり強いんですゲラツマジで、絶対4枚入ると思う、エネルギー、そう、マジで強い、うっかり強い能力与えられてるのめっちゃおもろくないさあ行きましょう、7パック目いこう、1,2,3,4,5からの、あ、杯からの、おいー、夢見くれん、杯の技ですね、1,2,3,4,5からの、お、やったー、
マジでいっぱい欲しいです、このキット。ココス6000キット。これはマジで強いんで、今回。うん、そう、このスーパーレア。ココス6000のブロッカーカウンター戦。ココス6000でカウンター戦でブロッカーで、かつ自分のターン中ドンが戻ったら、勝手に戻してくれる。だからもう紫でマジで強い。やったぜ。もうこれは早く4枚欲しいですね。ちょっとこのキットいっぱい入れたのもね、組んでみたいから。やったぜ。最高ぜ。2,3,4,5 回のおーコーラちゃん、コーラちゃんも結構増えてきたな。前回も出た気がするな。SR も結構やばい、連続で出てますが、おお、いいね。もう3枚出ちゃった。1,2,3,4,5からのオーベルハグからの、はい、1,2,3,4,5からのおいピーコーピッキャピッキャピッキャだ。でしかもピーカね、確かあの効果がね違う、あの修正入った。そこに書いてるとちょっと違いますって修正入ったからね。あ、そうなんだ。そう、使うとき皆さんお気をつけよう。大変だ。難しい。そう、難しいの。だからスーパーレア待って、今もう4枚出た。あ、やばい。これはもうこの後出ないか、出ないかリーパラか。リーパラだよ ね。スーパーレアも今日4枚出たからね。序盤に入ってる場合はリーパー多いからね。うん。本当に4、あ、4が4がここってことは、でーん、かっこいいね。やったぜ。この後早く揃えたいな、いっぱいね。やったー。さあ折り返しました、いきましょう。はい、1,2,3,4,5 からのおー、ベルゴさん、ベルゴさん、ベルゴさんだ、ベルゴさん、ベルゴさん、4,5からのおい、キラさん、キラさん、いいよからの1,2,3,4,5からのおい、あ、やったやったぞ、ロジュロー、ゾロジュロー、うえ、これも欲しいんだよ、むちゃくちゃ欲しい。もう4、8欲しい、なんなら8枚欲しい。今入れれんな。そう、いや、あ、じゃあ入れれない。このカード8枚まで入れれない。じゃあ4の方使えるじゃん。4の方がいい、それは違う違う、バカバカバカじゃあ俺はやっぱ赤紫ルフィと紫ルフィ組みたいから、2個デッキをさ、このいちいちこのどっち使うっていう時に最後入れ替えて大変じゃん。だからもう8枚持っておきたいな。でこれ裏後ろにさ、サンゴロリンのめっちゃかっこよくない。それゾロとゾロとほら後ろにいるのよ、かっこいいねえ。これマジで8枚は最低8枚今回の狙い。やったー、ゾロジュロマジ強いんですよね。さあいくぜ、1,2,3,4,5、お、ルフィ出てからの、あ、出ました、あ、少女だけが強いいやいや、なんでこれだけコレクターなんだよ。勝者だけが正義コレクターの人いるんだ。すごいな。それだけなんでスリーブ入れるの。なんで他のレア入れないの。はい、4からの、あれ、あ、ルッチ2枚、待って、SR 待って、5枚入ってるぞ。パラレル回して。やっぱそうなんだよ、すごいね。すごいね。いっぱい入ってるわ。ルッチ来ました。やったぜ。かっこいいな、やっぱルッチな。SR5 枚目、パラレル入れて5枚目、はい、よっしゃ。もうないか、さすがに。これでリーパー入ってたらちょっとさすがに紙ボックスすぎない。そうね、ね、4、おからの、おい、コロさん、コロさん、おい、さあいきましょう、ラスト1,2,3,4,5からの、おい、おい、ひなさん、おい、ひなさん、おい、1,2,3,4,5からの、おい、サトリ、サトリね、サトリ来ましたね。新刊デッキ作りたいね。新刊デッキ作ってください。結構強い、本当エネルマジで強いから。ああ、そっか、エネルいい。今マジでエネルリーダーマジで強い。からの、はい、おい、ドライク、はい、1,2,3,4,5、おい、ベロベティ、多分リーパラがない限りはないかな。さすがに5枚出たからね。4、5からの、おい、モーリーめっちゃ出る。もう4枚ぐらい出たんじゃん。よかったじゃん。よくな、よかったのか。モーリーデッキにしようよ。モーリーデッキ、モーリー全部50枚もちゃんと反則。革命起きません、そんなことで。はい、ラスト、ラスト、はい、はい、ホーム、はい、2箱目終わり。はい、2箱目はもうめっちゃ良かったね。スーパーレア4枚とパラレルルッチ、これめっちゃかっこいいね、やっぱり。すげえわ。で、いや、もう僕やっぱこのキットがもう最高。マジでキット嬉しい。で、ピッカラピッカララ、これすごいよ、ちゃんと取り囲む後ろにあるからね。で、コアラスさん、SR、これはもう勝ちでしょ、だいぶね。よっしゃ、勝ちで。ね、勝者だけ送って、うわっ、うわっ、いくぜ、2か5です。じゃあ、とりあえず前からいきますか、また。まあ、当たっちゃうよね。当たっちゃうよね。まあ当たっちゃうよね。ほんと ?C よ。はい。じゃあもうここで当たるわけね。2か5なんだから。で、あとはだからパラレルが 2かな。
引っ張られると出ると、うん、シークレットいっぱい入ってる説はちょっと最近シークレットいっぱいは入ってないのよ。入ってる説は結構濃厚になって濃厚だよね、うん、シークレットいっぱい、あ、なんか片栗の時もなんかあったか、うん、片栗めっちゃ入ってるみたいなね。そうそう、だからね、そういうのあれかね。ちょっとどうしよう、さーっといきますか、うん、ちょっとね、いっぱいあるから。いいよ、このちょっとね、贅沢、贅沢み、贅沢なんか贅沢みしていいですか。いや、これ難しいんだよ、でも3、4、5、イラさん、これ難しいね、結構次は見えちゃうから。1、2、3、4、5、おー、サトリー、贅沢み、これ贅沢み、うわ、贅沢みや、なんか申し訳ない、すごいなんか贅沢をしている感がする。1枚ずつ見れるのか。2枚目じゃなかったんだ。違いました。うん、じゃあ次だね。5だ、5、これ3かな。3、はい、ドレイク、はい、1、2、3、4、お、ベルベティからのベルベティ。おお、ベルベティからベルベティは結構いい兆候だ ね。いい兆候、これ今4でしたよ、次が5ですよ。じゃあ5行くみで、じゃあ5行くみで、1、2、3、4、5からのモーリー。あー、モーリーは今まで結構出てるから、うん、この先何か起きるってこと。当たり前だよ、もうここに2か、ここで何も出てねえんだから、それ、それこの先何かしら出るだろう。6パック目、それは出るだろう、それ、うん、いや、うん、おい、ベビーファイブ、あ、前半6パックに何もなかったよ。あ、珍しいね。あ、珍しい、珍しい。あ、このパターン今まで俺ら体験してないからね。そうそうそう、あったよ、前も。ってことはってことよ。うっとしいな。まだ3パック目だからね、これ、俺らは。いきますよ、じゃあささっといきます。1、2、3、4、5、ベポさん。ベポさん。からの、1、2、3、4、5からの、おー、ベポさん。めっちゃ溜まってきたよ、ベポさん。すごい溜まってる。結構溜まってるね。めちゃくちゃ溜まってる。いいよ。2、3、あ、ここがこうってことは、次が、おいどーん、溜まってる。うわ、めっちゃ溜まってる。確かに SR も出てなくない。うん、溜まってるな。すごい溜まってるんだよ、溜まってるってなんだよ、マジで。すごい溜まってる。溜まってるとかないか。溜めてる、溜めてる。溜めたい。いいよ、溜めたい。あ、待って、ちょっと、やばいかも、やばいかも、やばいかも。だ、言ってんじゃん。言ってんじゃん、だからもう。来たよ、これ。すごい溜まってるから。うん。やばいかもしれない。ちょっと待って、俺、チラ見しちゃった、今。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。まだか。あの、小田さんのサインの1個下バージョン。おー、とりあえずこれ絶対欲しかったから。ちょっとツバやめろ、ツバやめろ、ほんとちょっとツバやめろ、お前近いな。溜まったか。よっしゃ、よっしゃ、欲しかったやつ。これはまずめちゃめちゃ欲しい。これは S サインはね、なかなか大変だもんね。これの1個上がもうサイン、一番いい、小田さんのサイン、うん、白色なの、これ黒じゃなくて、うん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 、それはマジで一番一番狙い。必ずしも強いの。これはあの今まで出てたルフィ、あのボコス6000の速攻ルフィですね。のいいバージョン。そう、いいバージョン、デザインが、デザインが今、ね、太田さん描き下ろし、はいはいはい、うわ、当たりやん。かっこいいね、やっぱ私のルフィが溜めたから出たっしょ。溜めたから出たか、これ、うん、やった、マジ超かっけえ、これ、うん、まずここ金なんだよ、もう文字とか全部、うん、ここ金なの、うん、吉岡黒くて、小田さんの書き下ろし、やった、ひとまず嬉しいよ。これが出たのがひとまずマジで嬉しい、うん、よかった。とにかくこれは絶対に欲しかったから、うん、当たり箱だね、今回ね、当たりだよ、うん、これだって後ろにまだって文字出てないよ、うん、ね、さあ行きましょう、うん、うわ、やった、とりあえず出たからマジで嬉しいわ。はい、からの、サボからの、おい、オウム、うん、からの、1、2、3、4、5からの、ヒー、え、いっぱいだ、ヒー、無限に欲しいやつ、お、無限に欲しいやつ、あれ、何、どういうこと、無限に欲しいやつ、無限に欲しいやつ、これはこれ、タメさん当たってたやつだよね、前。いや、知っとるやんけ、俺の結果。いや、それだけ見た。そう、一番嫌な見方した。あ、これだけ当たった。最悪な見方した。一番最後だけ見てる。最悪な見方してる。やっと、待って、これマジで嬉しい。もうルフィボックスやん。これはシークレット。これはシークレットです。じゃあ、これの1個目が小田さんの絵で、ギアフィフスって書いてあって、で、もう1個目がスーパーバルです。はいはい、はい。そう、これは何に値するの？これが今までの片栗とか、ヤマトとか。こっちはこっち、うん、こっちはだからスペシャルカード、今回のスペシャルカードは入ってんだ。そう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 、小田さんのスペシャルカード関係なく入ってんだ。関係ない、関係ない、はいはいはい、これは多分、あ、でも分かんない、これがパラレル枠になるかどうか俺も分かんないわ、う
うん、初めてだから俺も2枚箱って感じな気がするよ ね, ね, ねうわやったー、うん、うわもうルフィ大好きルフィ大好きもうたまったからね、俺らにも大好きって言ってほしいよ ね, そうね俺らにも大好きたまったほしいだからたまったんだからそのタメル理論だったんだよ、ね、ケイサト大好き俺らの道みたいな感じだよねやっぱりケイサト大好き、うん、なんだそれなんだそれさあ折り返しささっといっちゃいます、はい、1、うん、2、34、5、1勝、1勝、3、1、もうちょっと貯めたかったね、うん、まだ折り返しらしいから、え、折り返しでまだ、おい、お得しようかっちゃう、ちょっと貯めると多分爆発した、爆発したね、うん、じゃあもうちょっと解放しちゃったから、ね、うめえ、勝ち勝ちだ、ありがたい、これ3枚目かな、アルティッシュだからね、メダルゲームめっちゃ喋るやん、めっちゃ喋るやん、めっちゃ喋るよ、後ろからもうこっちに集中してやるジャックポットメダルとかうるせえ、一緒だから、うるせえ、うるせえ、もう出るんだ、それ出るかもしれないから、あ、カラス俺らちょっと喋ってるからさ、進めといて、たかしさんも、ね、なんだその怪物動画見たことねあ、コーラ、コーラめっちゃ出んなコーラいいねコーラちょっと SR コーラ多いなだからこれが SR 枠だとしたら3枚目になるかな、ね、さっきの出て2、3、4、5からのあ、かわいい、ショクシちゃんレアですねショクシちゃんねはい、じゃあ行きましょうラスト6パックかな1、2、3、4、5後ろ3、はいはい、1、2、3、4、5おー、レベッカー SR、SR 出ましたね来た結構来てます1、2、3、4、5、マンシュリー、はい、女性女性多いね、うん、からの1、2、3、4、5、ビビー確かに王女、王女の揃い、うん、王女の揃いということは、うん、あと2パックかな、うん1、2、3、4、5からのおー、俺、女性多いあ、SR! あ、これでもう5個だかなさあ、ラスト3、3個目ラストおい、リンドバッグあー、なるほどなるほどなるほど、はい、また当たり箱じゃん、はい、すげえやん、うん、当たり当たり当たりだよやった、うん、スペシャルカードもだっていっぱい種類あるもんね6種類あるもんねそう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 よの中ルフィ当たったやったぜ、ねマジで嬉しい、やったもうこの2枚ほんと嬉しいもうこのギアビュースルフィはもう早くもう4枚欲しいやっぱ使いたいからで、なんなら8枚欲しいやっぱこれ8枚欲しい8枚入れれない自由すぎ最もふざけすぎあ、いけんじゃないねそう言えばいいんじゃないそう言えばいいんだよそう言い合えばいいんだよ最もふざけた能力なんで8枚入ってます、うん、それ否定するわけにはいかないそれ否定していいんだな、相手もそれ否定してきたらこれ出していいんだよ、これ勝者の怪我正義だ大好きカードどうぞ、まあなんでだよはいあと2箱よしいやちょっとなんかもうコミパラそろそろね1回ぐらい見たいな見たい今の、ね、まだないよまだ当たってないんだからコミパラスーパーバレル、うん、さあ行きましょう4箱目、うん、2、3、4、5からのストイベロベティ、はい、ちょっともうダブリがね結構出てきますよ次2だよ2、3、4大事よからのモーリーいやだからいやいや2モーリー多くない、ね、2か5のモーリーっていうのはさっきみたいなこと起きるからね2か5のモーリーさっきみたいなことがある、うん、2か5のモーリー、うん、であのトレクでいう、うん、あのペーンって最初に入るみたいな感じの、うん、モーリーが差し込まれるのモーリーがなんでモーリー差し込まれるのカットインみたいなねなんでカットインモーリーなんだよ待って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 やばいかも次かもしんない次かもしんないっす、はい、来たなんかパラレルっぽいよ誰ですかうわ、レビッカパラレル、かわいい、レビッカパラレルだ、ルマンだ、めっちゃかわいい、これ、イラスト、レビッカパラレルだ、めっちゃかわいいやん、ただね、結構ちゃんと弾けてんじゃない、これ、やったぜ、めっちゃかわいい、これ、これ、レビッカ使いの人、これ、集めたいよね、これね、いいね、ねやったぜ、うんうん、さあ、パラレル出ました、もう早くも。早くも出た早くも出ちゃったためではしなかったってことだねそうねはい行こうじゃあもうこれちょっとサクッといくかうん1、2、3、4、5リーダーとかスペシャルがある可能性がねそうあるある全然ある1、2、3、4、5ゲーダーズうっかりうっかりゲーダーズうっかり5パック目うわもうそううわそういうことねどういうことだよどういうことだよまあ6じゃあ6パック目はい、さあここからどうでしょうか、はい、いきましょう1、2、3、4、5ロー、スーパーレア来ました5ローさん5枚目のローってことは16枚目1、2、3、4、5ベーポーハートのバズーが来てますよはい、はい、1、2、3、4、
5、6、ウェルさん、はい、1、2、3、4、5、おい、ビビちゃん、ビビちゃんも結構揃ってきたね、ね、1、2、3、4、5からの、おい、リンドバーグ、はい、行きましょう、1、2、3、4、5、ビカー、ビカー、キッカララ、SR が3枚です。今回って調べてって分かってるのが法則がちょっと難しいようにはなってるんですよ、うんうん、そうね、いつもそんなに当たってないよね。ちょっと今回ね、やっぱり一緒逆になるのかなって。最近とかね、今回のはエアフィフスってか二課だから、でも自由な感じ、自にしたいんだろう、なるかな。いつも2じゃないんだよ、やっぱ俺ら的にはそういう分析結果かなっていうのが今のところ、はい、出てますね。うるせえ進めてんだよ、進めてんだよ、おーって言ってくれよ、俺おーって言ってくれよ、おーって言ってくれよ、止まるからね、はい、どうもバイドリングトークだ、バイドリングトークしてんじゃないよ、もう5箱もあんだから、どうなんだろうね。次の会話ではまた戻る可能性高いっしょ、ね、だからね、そのまだ分かってないからな、今回テーマ自由なんだよね、やっぱ白の箱っていうことで何にも汚れないというかね。そうそうそう、やっぱ汚されてない。まだ喋る。ずーっと喋り続けるじゃん。分かるの？あ、夢あ、数が出た。もう揃ってきた、4枚来た。ずーっと喋るやん、マジで。ねえ。で、ラジオ感覚聞いていただければ、おで、たけしさんのおで、俺らと一緒に見ていただければ。画面を見てもらえれば、はいはいはい。うん、なんか来たんだなってなるね。ちょっとなんかそろそろリーパーが来てもいいのかなって思うけどね。リーパーまあ、リーパーが来ても1回も出てない、今回の開封で。さあ、ラスト、うん、これはね、いや、リーパー欲しいけどな、ルビーのリーパーの街地引きしたいな、もうそれが本当にちょっとね、マジで一生の願い、一生の願いはもうちょっとあるよ。子供がもっと幸せな人生を送ってほしいとかそっちもあるよ、それやっぱり。でも1回しか使えないから今使っちゃっていい、今使わないね今でもちろんこれは別にあのね、頑張ってお金貯めて買うよ、それ一生の願いを使わないよ、ここで。でも引きたい、やっぱ地引きしたいよね、ルフィの地引きはしたいよ。さあ、4箱目ラストかな、はい、いきましょう、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、5、あ、マンシーがことことはドーン、はい、ドーン来ました、はい、1、2、3、4、5からの、おい、カラス、カラス、カラス結構揃ってきたよ、はい、1、2、3、4、5からの、おい、ルチー、あ、SR も4枚だな。ただリーダーがまだあるかもしれない、はい、ただどうやって入ってるか分かんない、リーダーがね、ね、今もうとりあえず4枚は出たからどうなってくるか、そうか、もう4枚 SR 出たのか、出た、パラレル入れてね、おい、シュラー、はい、からの、1、2、3、4、5、お、おい、引けー、うん、さあ、ラストです、もう出ないか、リーパラ来い、頼む、4からの、おー、もう白星、リーパラは来なかったね、リーパラはなかなかやっぱむずいって言われてるもんね、そりゃそうだよ、ずっとそうだったね、なかなかね、言われてるというかね、やっぱなかなかね、はいはいはい、レベッカちゃんでしたね、レベッカでした、うん、4枚で、うん、パラレルがレベッカ、はい、おい、うん、まあ暑いですね、暑、うん、いよ、さあいよいよラストです、これはどうなるんだね、えちょっとリーパラが見たい、リーパラ見たいね、もちろんね、サインとギアフィフスね、うん、もちろん見たいですけど、いやでもひとまず小田先生の書き下ろし1枚出たからね、それはまあそれはまず、うん、もうとにかく嬉しい、救いですよね、救いすぎる、うん、さあ5箱目いきましょう、うんうん、1、2、3、4、どっからの、おい、アマル、アマル、アマル、1、2、3、4、さあ2パック目です、ちょっと緊張してるよ、2だから、うん、でで、リンドバーグ、大体革命軍、そうね、大体革命軍は大体革命軍、ね、2パック目大体革命軍、ね、かなっていう、どうかね、かな、うん、おい、オーム、あーいいね、溜まっては来てるよ、溜まってるよ、1、2、3、4、5からの、おいしょ、うん、次が5か、5です、ね、はい、はい、緊張するんだよね、やっぱ1、2、3、4、5からの、あ、おサボー、すごいよ、持ってない、当たってないね、当たってない、やったら、こんだけ見てもらったら当たんないスーパーあるね、あるね、うん、うわ、めっちゃかっこいい、これマジで、
いや、革命軍マジで強そうだな、本当に。サーバーやりました、スーパーリア1枚目。2と5は革命軍来やすいね。確かに、確かに本当に革命軍多かったな。さあ、4からの。おい、ゲタツー、1回ゲタツー。溜まってるよ。いいよ。スーパー1個来たから、ちょっとあれだけど。ちょっとね、吐き出しちゃったからな。さあ、いきます。はい。7パック目から、1、2、3、4、5からの。めっちゃ嬉しい。待って、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。泣きそう。やった。これは一生の願い使ったんだ。一生の願い使った。待って、めっちゃ嬉しい。絶対使うもん、これマジで。すごっ。リーパールフィじゃん。いや、待って、めっちゃ、まだあ、リーパラか。今回のリーパラで一番欲しかった、リーパラ。マジでめっちゃ嬉しい。地引き嬉しすぎ。やったぜ、みんな。これマジで嬉しいわ。いや、ルフィ、これはマジでさ、うわっせば、マジで、うわ、マジで嬉しいわ。帽子こんなになっちゃったよ。帽子こんなになっちゃった。うわ。ルフィ、これ絶対怒るやつ、こんなんしたら。うわ、待って、めっちゃ嬉しいわ。うわ、ちょっと紫ルフィもめっちゃ強くなります、私。もう絶対絶対強くなる。もう今回絶対ルフィで、赤紫ルフィかルフィで絶対結果残す。優勝する。もうマジで。ちょっと燃えたぎってきた。これ待って、ほんと嬉しい。すごいね、かっこいいね。めっちゃ嬉しいわ。やばくない、小田さんだって。原作絵だもんね。原作絵。マジで嬉しい。いや、これはちょっと個人的にはもう神引きだな、今回。そうね。ね、ルフィも出てるし、リーパルも出てるし、もうあとマジでスーパーパレルともうサイン入れだけで、そうよ。もう俺がマジで。あとでも2段階目のギアフィスもまだ出てないから、それも欲しいよね。それも欲しい。もう全部ルフィは全コンプしたい、マジ今回。うわ、待って、ほんと嬉しいんだけど。いや、リーパラルフィほんと嬉しいんだけど、やりました。ちょっともう、嬉しいんですけど。まだでもシークレットあるよ。そうそう、全然ある、全然ある。リーパラなんだから。うわ、嬉しいからの、はい、目の前の敵に気付け、目の前の敵にな、目の前の敵、まず一回このパックに集中、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 集中。たら、うん、おしまいよ。誰誰誰誰誰誰、パラレル、パラレル、パラレル。ちょっと、じゃあ、おしまいよって言ってから早い。おしまいよって言ってからが早いです。パラレルでした。誰でしょう、はい、か、ドレイクー。かっこよ。ドレイクだったか。うん。おい、かっけえ、でもドレイク、マジで。めちゃくちゃかっけえ、これ。ここ、スロクセブロッカーの自分の中で5枚見て好きな人狙うかい。ああ、強いね。ああ、パラレル出ました。裏切り者、ドレイクね。裏切り者っていい、うん、百獣海賊団目線。大体ソード目線で見る。百獣海賊団の方。裏切り者。え、まさかこんなところにいるとはなって感じですね。いや、違う違う違う。なんでそっち目線、フーズ風目線じゃん。あの人、フーズ風クイーン目線じゃん。やったぜ。ちょっとひとまずもうちょっとこれやばいわ。ちょっともう心臓がやばい。心臓の音が。面白いエルヤ、初めてじゃない、嘘かもしれない、前回出たかもしれないけども、スーパーの分からなくなっちゃった。エネルリーダーも欲しいね。エネルリーダー欲しいね。かっこいいよね、しかも強いしね。今日こそが神なんだね。うん、あれめっちゃかっこいいね。エネルマジで強い。シャア SR がもう今結構出てるかな、3枚出たかな、パレル含めて。うわ、待って、神引きじゃん、このボックス。ウォークで買う、キラー。待って、神引きボックスだったわ。個人的神引き大勝利大勝利勝ち、ゾロジュロ、ほら大勝利勝ち、よい大勝利勝ち、大勝利神引き大勝利勝ちだ、これ通称大勝利大勝利神引き勝ち、大勝利1,2,3,4,5,5,5,5、 はい、1,2,3,4,5,5,5、 はい、1,2,3,4,5、 あ、SR もう一枚来たよ、すごい、すげえわ、大勝利大勝利勝ちやん、マジで、これはね、これもう出ないかな、さすがに。1,2,3,4,5。ベルボー。1,2,3,4,5,6。あ、ちょっと出ましたよ、ケイさん。あ、来た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 。来た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 。どこで盛り上がってんの。いや、まあ、暑いけどね、それはね。それ暑いんだけど、これだけよこせってやついないんだよ、あんまり。大体これレアなの持ってくんだけど。来た来た来た。もちろんいいか、暑いカードだけどね。さあ、1,2,3,4,5。いや、待って、もう本当に嬉しいわ、俺やばい、どうしよう、ルフィマジどうしよう、本当に嬉しい、一番欲しかったリーパラ、ルフィ、うん、だ、実は一番使うからね、やっぱリーダー、まあ、そうだね、そうそうそう、だから一番使えるっていう、もちろんね、そのやっぱレアなカードをこうファイリングしてさ、うん、その保存していくのもめっちゃ嬉しいんだけど、やっぱ一番使うっていうのもまた嬉しいから、そういうことだね、そうそうそう、じゃあいきましょう、ラストのパック、ラスト、1,2,3,4,5、はい、からの、はい、1,2,3,4,5、
っか、おー、はい、サトリさん、サトリね、サトリも結構揃ってきたね。4つぐらい溜まったんじゃない。1、2、3、4、5からのドレク、はい、さっきのの、だからパラレルだね、うん、これのパラレルだね、さっきのがね、はい、1、2、3、4、5、ベロベティ、ベロベティも結構揃ったな、うん、これ革命軍デッキ俺もそろそろマジちゃんと組めそうだ、組めそうね。はい、行きましょう。1、2、3、4、5、モーリー。めっちゃ出るモーリー。さあ、ラストです。1、2、3、4、5からの、キングパンチからの、ドゥーン、オドク、ジョルパチョー。うい、はい。はい、そんな感じでございました。はい、うん、素晴らしい。マジで今回、神引きだったわ、うん。ね、これはちょっと個人的にもうこの3シュルフィ。これがエグいですね。ちょっとこれ以外もめちゃめちゃレアなカードに出たから、うん、やりました。いはい、というわけで5箱開けました、はい、またちょっとね近々追加で開封動画あげますので、うん、ぜひぜひチャンネル登録してそっちも見てください。よろしくお願いします。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。ワンピーカードを一緒に楽しんでいきましょう。明日も楽しもう。またねー。やったよー。